So, detective. で、タデさん、あんたはどう思う？逃げた人は燃えてたしな。それだとしてもナノサイラスに火傷みたいな外傷は見られなかったし、多分中この3人の誰かが燃えながら、多分旦那の方だと思うけど、まあとりあえず話を進めよう。これでもうはっきりしましたね。警察はコンソースは失敗を犯していた。あなたの同僚の何人かは警察バッジを返還しないといけないようですね。この部屋には公に発表された調査を否定する証拠で溢れてる。なるほど、ホームズさん。例えばどんな証拠が？この火事は事故ではなかった。あんたの仮説は何なんだい？まずこれは、夫婦が喧嘩していたところから話そう。ホーキンス夫妻が喧嘩になった。あんたなのか？確かめる方法は一つしかありません。ん？おう。なるほど。邸宅をさらに調査して、喧嘩するような証拠があったら、それが夫婦の不仲の証拠になるってことか。そのランプ貸してくださいって、まあそうだよな。俺が歩いた方が早いわ、この警察官。お前、女と同じ歩行の速度をしているぞ。お前もしや、あの、見た目男だけど実は女だったのか系エロ同人誌によく出てくるような、そういうタイプの人間か。あ、いや違うわ、男だ。ん？なんだ？目星マークが。邸宅を調査するだから別に警察官についていかなくてもいいか。ちょっと目星振るわ。ここら辺で何か隠されたものがあるような雰囲気がなくもない。ここに一体何がかかる、ん？何かあるぞ。これは？バールのようなものだ。ホーキンス邸で見つかったバール。おそらく世話人のサイラスのもの。マニアックすぎる。A crowbar could prove useful. バールだ。後で使えるかもしれない。そうだよな。バールのようなものはいつだって主人公の味方さ。うん。そう、なんか明るくしないと見えないものがあるみたいな、そういう仕組みもあるんだけど、まあ残念ながら俺のステータスは目星に曲振りしているので明るいところじゃなかろうと見えます。あのステータスっていうのがあって、これだな。あの発見力っていうのが目星っていうステータスなんだけど、まあ俺最初にそれに曲振りしたから。この包帯には大量に乾いた血がついている。だが一体誰か。大量の乾いた血、誰かが負傷した。うん、大丈夫。待って、そもそもさ、あの部屋、あの燃えた部屋もそもそもなんていうか、遺体、ん？なんだ今の。遺体の数もそもそもさ、子供の一つだけだったし、あれ？今度は、ま、暗くならない。なんだったんだ、さっきのいきなり暗くなるのは。この部屋な。子供の遺体があっただけ。他の遺体は一体どこに？てかそもそも遺体の確認って取れてんのかこれ。誰かが生きている可能性もあるかもしれないしな。ん？この本は18世紀の医学誌。ああ、医学ステータス上げ用の本か。え？さっきからなんか視界が妙に暗くなるときがあんな。なんだ？ちょっと待って。医学、あ、やっぱ上がってんね、医学。他に調べられそうなものは。これは酔っ払いの船乗りの歌詞、海の労働家。うん。
そういうのもたしなんでいたと。1818年に発行されたメアリー・シェリーのフランケンシュタイン。ああ、有名な SF 小説だ。ん？なんだろ、雷か。雷で明るくなったり暗くなったりするのか。なんか BGM が不穏だな。やっぱ画家の家っていうこともあって絵画がたくさん並んでんな。でもこれは家族の絵画みたいだけど、このピアノはかなり傷んだ状態にある。ホーキンスはこれを弾くというよりも装飾品として残していた。贅沢な装飾品だな。このピアノ一つで何百万するのだろうに。なるほどね。雷で今暗くなったりしたのか。ビビった。何これ、モビディック。モビディック、ああ。小説か。ハーマン・メルヴィルの小説、白ゲイ。名作だね。Mandatory reading for any whale. 捕鯨船の乗組員には必須の本かもしれない。もらっておこう。漁ったものをもらうのは探偵の特権だから。ちょっと待って。OK。配信画面が真っ暗になってた。いろんな絵が飾ってるな、本当に。クソでかい絵が。お、なんか調べられる本がある。島の最初の移住者についての本。彼らは14世紀にここに来た。ほう。ん？他には？この本は？人体比較分析。あ、医学書か。医学レベル2になったかな？なってないな。レベル2になるの相当遠いな、これ。2階は？これは？Dark Water History。ダークウォーターの歴史。This place was settled back in 1692. 独立した2つの家族によって開設された。Two families seceded from the New England colonies. ホーキンス家とあと1つ。多分、キュー家って。っていうやつか。本当になんかこの急に暗くなるのマジ心臓に悪いな。ん？なんだこれ。ドクロまで飾られてる。調査しよう。この家には何か心をゾワゾワさせるものがある。見た感じなんだろう、船が大破してるように見える。何かが壊れてる絵だよな。うん、何なんだろうな。この本はやけに見たんです。海底2万里。ジェール・ベルヌの小説、希少な判断。はあ。まあ、ちょっと調査資料として持ってきます。後で読むとかじゃないです。このはしごは使えないか。他には、これは？あ、ランプか。ここには何かあるか。何もないか。What could Sarah have done? 苦情の手紙。サラはこの人が警察に電話すると口に出すようなことをした。じゃあ日本語おかしくないか。まあ、いや、ちょっとこっちの方読むか。ご存知の通り、私は常日頃から君と飼うご家族を高く尊重してきた。あいにくながら、これ以上奥様の行動に目をつむることはできない。先週彼女はまたも私の客人を恐怖に陥れた。悪意はないことは承知しているが、フラー先生のもとに置くべきである。彼だけでも正気を取り戻させてくれる力があるだろう。再び騒ぎが起こるようなことがあれば拷問のようにも見えるが、警察を交えるしか方法はあるまい。
うん、サラはこれについて否定してたと。サラに関してはなんかそのサラの父親の何依頼してきたウェブスターしかあの人がなんか何かが見えるみたいな、なんかそれサラはちょっとなんかあの電波的なあのお嬢さんだったっていうのは聞いたしな。うん、こっちの方はなんだ。てかちょっと待って、警察官に話してちょっと2階の方に来てもらうとかできない？あいつずっとなんかあのあそこ行ったり来たりしてる NPC 化してるじゃん。あ、 NPC なんだけど。よ。What do you know about Charles Hawkins? チャールズ・ホーキンスの仕事について何か知ってることはありますか？ Well, not much, to be honest. 正直に言うとあまりない。全員ホーキンスはチャールズが相続した遺産で生活していると思っていたよ。なるほど。こいつにインタラクトしてももう何もないと。あいつに。じゃあ先に進むか。ん？ネズミが出てきた。汚ね家だ。え？汚ね家？いや、そうじゃないよな。まあ、でも屋敷だから、こんなクソでかい屋敷だから、手の届かないところでネズミが一匹二匹いてもおかしくはないか。あとこれなんだ？白紙の絵画だよな。目星が反応しているじゃないか。これはなんだ。事務所の鍵。サラ・ホーキンスの事務所の鍵。なるほど。これでこの扉が開けれると。ただ、なんだ。お、明かりはあった。開けるか。明かりが必要だったみたいだが、明かりはあった。What will her room reveal about her? 彼女の部屋では彼女について何かわかるだろうか。目星あげといてよかったな、マジで。あ、あげなくても分かったのかもしれないけど。ん？何かある。うん。目星。写生帳。サラ・ホーキンスのスケッチは解剖学的研究というよりも、恐怖の画廊だ。彼女の夜を襲うものを描いているというのか。なんか化け物の絵がたくさん入ってるな。さて、他は？バルビチュレット。バルビツレット。サラ・ホーキンス must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. バルビツール酸形睡眠鎮静薬。サラ・ホーキンスはこんな薬に頼るほど気持ちが動揺してたのかもしれない。バルビツレット。一度開始すればそれなしでは生きていけなくなる。麻薬みたいな中毒のある薬ってことか。昔はなんかこういう強い薬でも処方したって話は聞くけど、そんな感じかな。こっちのドアは調査。おっと、調査？調査？いや、まあ調査か。まあ探偵だからな。この南京錠を開けるのは俺には難しすぎる。やろうとすんな、まず。警察いるんだからさ。こっちの扉は？てかなんかやけに引っかいた跡みたいなのがあんな。開けれるか？開けれる。開けれねえ。鍵がかかってる。ちょ、警察にこれ話して、それちょっと、鍵開けてもらうか。だからそれで開くと思う。おい。警察官？鍵開けてくれよ。ちょ、鍵がかかって、あ、ちょっと開かないとおらんだ。よ。If you're right, あれ？ We should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. ダメだこいつ。NPC みたいなこと言って何も協力してくれて。ダメだ。俺は鍵を見つけねえと。くそ。完全に NPC だあれ。あいつの役目はここまでってことだな。鍵ねえ。手帳のなんか手がかりないかな。何か
俺らは別に特に意味なさそうだしな。この辺りやっぱ普通に探すか。暗いからちょっと分かりにくいかも。あ、ちょっと待って、こっちから普通に鍵開いた。お邪魔？ここは？は？なんかあの すごいのあるんだけど。ね、これな、魔法陣召喚の儀式でもやってたのかこれ。あ、ちょっと待って、あのちょっとだけ見たことあるなこれ。あの鋼の錬金術師で確か人体錬成こんな感じだった気がするんだけど。調べてみるか。え、あ、なんか消しちゃった。あ、手が熱くなったのか。オカルト。サラ・ホーキンスはオカルトに興味があったのか。彼女は何をしようとしてたのか。お、儀式の字について見れる。この生物が我が次元に未定着ならば、駆逐の儀式が走行する可能性あり、執行人は陣を構成するグリフに求心の印を埋め込むこと。ただし陣を支持する書は必ずしも正確性が証明されていない。わけがわからない。うん、なんか謎の儀式の陣があると。サラ・ホーキンスのエージェントを心配し始めていた。彼女はエージェントにしばらく連絡していなかったようだ。それに関する手紙か。ここには何もない。ここには何かあった。この台帳にはサラ・ホーキンスが訴えが全て記されている。なんかめっちゃ高えな。相当なんていうか有名な画家だったんだろうな。え、でもこれボストン、ん？これアメリカじゃないよな。イギリスだよな。イギリスだからポンドかな。にしても日本円にしてもだいぶ高いはず。相当高いな。でもなんか、ん？返還されたとか、ちょ、まあなんかいろいろあるな。まあ、ここら辺については何もないか。一応まあ持っておこう。最後の絵はフランシス・サンダースに無料で譲渡された。理由は何だったか。うん。まあ、この儀式の陣が一番気になるよな。何を呼んだのか。なんか、オカルト的なことに興味があったんでしょう。Despite what happened, they seem to have loved each other. チャールズ・ホーキンスが走り書きで優しい言葉を妻に当てている。何が起こったにしても彼らは互いを愛し合ってた。必ずしもなんかめちゃくちゃ不仲だったっていうわけじゃなくて、ちょっとしたいざこざがたまにある程度だったっていうことなのかな。そうなると印象としては。The door is blocked on the other side.これ、さっきの南京錠のところだな。何これ。あ、カーペットか。他に何かありそうなものはないかい。悪趣味だな、この部屋。まあ、画家なんてなんていうか、変人ばかりってよく言うしな。そんなもんか。ん？ブラッドリー？ん？Is that you? ブラッドリーさん？そこにいるんですか。あ、ドアが勝手に開いてる。巡査か。ちょっと待って、巡査はちょっといるかどうか見に行ってくるわ。巡査いる？いるんだけど。いるんだけど。ああ、じゃあ今の何なのかな。サイラスかな。さっき言ってた、ほら、さっきほら、サイラスがさ、なんか家どうたらこうたらっつってたし、だから心配ってか、ちょっとなんか不審があってまた入ってきたのかもしれないよ。誰かいるのか？サイラスかな？
この屋敷内の敷地内にいるのは俺とサイラスとあと一人、あの巡査だけ。他に誰かいるとは思えないけど、誰も気味悪がって近寄らないようにしてるわけだし、付近の住人は。ん？地面に何かある？いや、なんもないか。悪趣味な絵だな。やっぱサラはなんか気違い画家だったのか。え？俺？いや、エドワードが描かれてる。面識はないは。うお！いや、重くそなんか暗殺者みたいなやつが。なんだ、止まれ！くすったら！何をした？カジバ泥棒か、くそ！まさにカジバ泥棒だな。あれ？巡査？奴がどっちに行ったか見ましたか？奴、誰も見てないぞ。物音を聞いたけど大丈夫か？無能巡査が。男は上に隠れていたんです。私を見て逃げていきました。そう遠くまでは行ってないはずだ。くそ、火事場泥棒だな、今の。ん？光源は別の光源に切り替えることができる。いや、こっちはいいだろ。こっちで。いや、まあ確かに、さっきの販売台帳を見る限り、絵はね、かなり結構高額で売れてるっぽいし、それを盗みに来た泥棒か。さっき開いてない扉が開いてるってことはこっちに行ったな。いや、いるんだろう、出てこいよ、泥棒。あいつはどこ行ったんだ？どっかが逃げたに違いない。いや、絶対奴はここにいたんだ。この部屋を探してみましょう。この部屋のどっかに。ま、窓は打ち付けられて、サイラスのおかげで、ま、打ち付けられて、閉鎖状態。どっかにいる可能性が高い。なにこれ、地球儀か。この地球儀は何かの装置の一部のようだ。いや、こんなところで急にやられても、まあ何かを見逃してる。これは？チャールズ・ホーキンスはフィッツロイ船長をよく知っている。チャールズ・ホーキンスとフィッツロイ船長の写真か。この写真のメガネをかけた男は誰か。3人写ってたけどね。フィッツロイ船長とホーキンスと誰か。で、これは？手書きのダークウォーターの地図。特定のエリアが強調されているようだが。ほう。じゃあね、上がり。これは？模型か。座礁していた船。スキュラ。あ、ちょっと待って。右下、あれ？右下のこのさ、ゲージってもしかしてランタンの明かりのゲージか？だとしたら、ちょっとこっちの方がいいな。ちょっと、ランタンは取っておこう。Seems like this came from a log. これは公開日誌の一部。拳銃化してってそりゃ無理でしょ。そんなことしようとしたら殺されちまう。今期はオルペウスを倒すと言っているって言ってるけど、オルペウスってなんだ。ん？1847年5月30日、クジラが跡形もなく消えてくれた方が良かった。浮かぶ死体、こいつらの悲しい末路を放っておけなくなった。こんな巨体を食うのは何者だ。うん。村近くに怒りを下ろした聖獣の血で海は赤く染まり、これを追うことは神々に背くことだって島民たちは言う。遠くで巨大なクジラを見た。その図体は完全に未知の領域。捕らえた。こんなグロテスクなクジラは見たことがない。史上最大の獲物として記憶に残る。ダークウォーター、オルペウスを倒した。船蔵は空っぽで戻った。スキラとハミルトンは記憶の中にしかない。
これあれかな、あのなんか奇跡だとか言ってたあの大物クジラをゲットしたっていうのを公開日誌なのか、多分捕鯨の公開日誌だろうな。さて他にも何か、これはルーン文字、チャールズが海外に行った時に持ってきたんだろう。ケルトのルーン文字、ルーンっていうとやっぱなんか魔術的な意味合いが強い印象があるんだけど、ルーン、あーアイテムの方か。どこだ今のアイテム、どこだ。いやないな、まあいいや。ルーン文字って It looks like an old sea map. 古い航路の地図。Looks like the navigational paths described in the log. こう書かれる、日誌に記述されている。Looks like the navigational paths described in the log. ちょっと待って、またやっちゃった。で、これは？オイル補充。あ、補充オイルはステージにある。あ、ありがたい。オイル補充できるんだ。ありがた。ちょっと、これライターじゃなくて、ランタンの方でいいな。これは？このパネルは動くようだ。ほー、ロマンある家だな。はめば歯車。何かを開ける装置につながってるに違いない。この装置を起動するための方法を見つける必要がある。バールを使うってあるんだけど、まあね、こういう時に便利なのがバールなんですよ。これで歯車を動かすことができる。おら、うん、よし、まあ、これがバールの力ですね。Well done, Pierce. ピアス、よくやった。といや、よくやったっつっても、園長、これは何なんだ。あ、もしかしてさ、これ、あの、これを解いたら、歯車が回るところも、俺、あの、バールで、あの、無理やりこれこじ開けて、それで回したのか。そういうことか、もしかして。まあいいや、開くんなら開けようか。オープン？お。しょう。いや、隠し通路。随分と手の込んだ屋敷だな。